広島今昔物語。戦後より広島では目まぐるしいほどの速さで経済が再興し、それに伴い多くの施設ができ、県民の娯楽の場として親しまれてきました。老朽化や経済の転機により、それらの多くはなくなりましたが、当時を知らない世代でもかすかな記憶や耳にしたことのある施設があるのではないでしょうか。皆さんこんにちは。マニアライフのお時間です。今回はかつて広島に存在した施設の昔と今を比べる広島今昔物語をご紹介します。そごう屋上プレイランド。かつてそごうの屋上にはメリーゴーランドや小型 SL などの遊具、ゲーム機器が並んでおり、多くの子供たちで賑わっていました。当時の家族連れの買い物は店内レストランで食事をした後に屋上で楽しみ、子供が遊んでいるうちに親は買い物を済ませるというのが定番で、子供はもちろん大人にも欠かすことのできない大切な存在でした。しかし少子化やレジャーの多様化により、歓声にあふれていた客足も次第に遠のき閉鎖となります。2011年からはイベントスペースや星空のビアガーデンとなっており、夏場にはビアガーデンとして開放されています。ウィズ・ワンダーランド。こちらのビルはかつて新天地に存在したビルで、夢タウンを展開している泉が経営する若者向けのお店が入居するファッションビルでした。なお過去にはこの地で泉が第1号となるスーパーマーケットを開業しており、数回の増築を経て現在のビルの規模となりましたが、1985年にはスーパーとしての営業を終了し、洋服や雑貨を主体とするなど、その時代に合わせたファッション性に優れた施設として人気を得ました。その後は近隣に多くの商業施設が誕生した影響から売り上げが低迷し、2004年にヤマダ電機に侵借し閉館。2012年からはドン・キホーテをはじめいくつかのテナントが入居しています。広島ナタリー。日本初の海洋型遊園地として宮島の対岸となる廿日市市にオープンした遊園地、瀬戸内海から広島市街地までを望めることから、ロケーションにも恵まれており、中でも東洋最大とされた観覧車は人気で、連日多くの来場者が列をなしていました。その他絶叫マシーンや多くのプールがあったことから、幅広い年齢層に受け入れられ、広島で遊園地といえばナタリーというくらい有名でしたが、レジャーの多様化により閉園。1999年より富士グランナタリーや住宅地のナタリーマリナタウンとして生まれ変わりましたが、名前の通り長年親しまれたナタリーの名残のある街並みとなっています。広島西飛行場。こちらは開港当初東京国際空港の旅客ターミナルに次ぐほどに大規模な空港となり、全国的にも注目を集め、1993年に新広島空港が開港するまではこの空港が広島空港を名乗っていました。開港後は増改築を行い、1984年に現在とほぼ同じ姿となり、増築部分には出発ロビーやレストラン、売店などが設置され、多くの人々が利用しました。しかし時代の流れにより定期路線の廃校や赤字経営に陥り、新空港開設後には32年間の歴史に幕を閉じることとなります。その後は完全に廃校となり、現在一部では広島ヘリポートとして運用し、他の一部では産業団地の広島イノベーションテクノポートとなることが決定しており、現在すでに建物の着工を開始しています。
展稽古。その昔、JR が国鉄と呼ばれ、まだ蒸気機関車が走っていた頃、ここには鉄道施設の敷地があり、SL の向きを変えるための転車台がありました。その名の通り、この扇形の操車場からは、戦時中に今は亡き宇品線や、引き込み線を伝って多くの武器や兵士を運んできたという役割を果たしました。その後は、一般的に電車が普及したことや、国鉄の民営化により、操車場は機能を停止し、貨物ヤードの一部となります。現在では、その丸い形に合わせるように、広島カープの本拠地となる新球場が建設され、2009年より開催。広島県民、誰からも愛される施設となっています。海と島の博覧会。当時の全国的な地方博ブームに乗って開催された博覧会。西区商工センターのメインの会場をはじめ、県内各地にサブ会場を設けた広域周遊型であったことから、多くの来場客が訪れました。会場内には近未来的な乗り物やオブジェが紹介されていて、多くの家族連れが来場したことで、メインの会場には114日間で300万人以上が入場し、イベントは大成功を収めました。その後、会場は解体され、跡地は長らく広場とされていましたが、2017年より泉が複合商業施設のレクトを開業しています。クレポートピアランド。こちらはかつて呉市に存在したスペインのリゾート地をモチーフとした遊園地で、絶叫マシーンなどの遊具が多いことから、主に若者から支持を受けたテーマパークとなります。開園と同時に JR 呉線に呉ポートピア駅が開設されるなど、当初は大きな期待を寄せられていましたが、わずか6年で閉園。それには子供向けの遊具が極端に少なく、家族連れが足を運ばなくなったことが理由に挙げられています。2000年からは呉ポートピアパークとして一般開放されていて、世代を超えて憩いや遊び、交流のできる公園となっています。江ノ島。この島は1955年まで米軍専用の海水浴場でしたが、その後日本人に開放されてからは、知る人ぞ知る憩いの場として使用されました。1982年には、当時人気を博したアニメ番組、ドクタースランプあられちゃんに登場するゲンゴロウ島に見立てた大規模なイベントが開催され、わずか25日の期間中に10万人もの来場者が訪れることで、全国的にも一躍有名となった海水浴場となります。1990年より、瀬戸内海汽船が所有する無人島となり、現在、この島には許可なく上陸することはできなくなっています。相生市場。戦後の闇市時代から100軒以上の店が軒を連ねた相生市場は、広島の台所として多くの広島県民の生活を支えてきました。原爆被害により行き場を失った人々が生活を立て直そうと、広島駅前に場所を構えて商売を始めたのが発祥で、昭和の高度経済成長とともに大きく発展してきました。しかし、各店舗の店主の高齢化や後継者不足などの問題から、次第に空き店舗が目立つようになり、活気を失っていきます。そんな中、広島駅の再開発プロジェクトの区画に指定され、全店舗立ち退き後に解体。2017年からは住宅棟と商業棟で構成される地下1階地上46階のエキシティ広島へと生まれ変わっています。広島宝塚会館。こちらの建物はかつて広島市中区に存在した映画館で、
映画館以外にも飲食店や居酒屋、古着屋なども入居していたテナントビルとしても知名度がありました。また近隣にあったウィズ・ワンダーランドと同様に若者の待ち合わせ場所として使われるなど、広島のランドマーク的な存在でもありました。ですが、映画上映方式がデジタル化し始めたことや、建物の老朽化により、施設は閉館。2013年より、地下1階、地上14階の広島東宝ビルへと建て替えられ、衣料品店やホテルなどが入居した商業施設となっています。広島東映劇場。戦後、東映の映画が全盛期を迎えた頃、直営館となる広島東映劇場が広島市中心部の相生通りに開館しました。ビジネス街ということもあり、仕事帰りの会社員や休日には多くの人々が足を運び、東映作品を鑑賞したそうです。1990年代にはビルの老朽化による建て替えが行われ、現在の広島東映プラザビルが誕生。1995年より、1階から7階までは、東急ハンズ広島店が入店。8階では、映画館の広島東映、広島ルーブルが開館し、幅広い趣味や嗜好に合わせたビルへと変化を遂げて、今や広島の買い物客の定番の場所となっています。広島駅ビル。広島駅の南口駅舎の大半を占有し、デパートに匹敵するほど多くの商業施設が並んでいました。また、1990年代には、屋上遊園地や展望浴場、映画館やホテルなども入居していたことからも、幅広い年代から受け入れられた駅ビルでした。現在は、JR 西日本の大規模な改革案により、2025年の開業に向けて建て替え工事中となっています。広島市民球場。中国地方初のナイター設備設置球場として開業以来、広島カープの本拠地として使用されたほか、高校野球の県大会からアマチュア大会の会場など一般市民にも広く貸し出されており、多くの県民から愛されてきた施設です。しかし、フィールドが他球場に比べて著しく狭いことや、諸設備の陳腐化や老朽化が進んだことから、他地域に新球場を建設。その後は全面解体され、2013年より跡地では、様々なイベントが開催されるスペースとなっています。広島百貨店。広島の街が被爆してからしばらく経つと、駅前広場には自然と露店の闇市が広がり、それは日ごとに増えていき、翌年の正月にはすでにバラック建ての店が多数集まるまでになりました。政府による配給制度も麻痺し、人々の食料や生活物資も底をつく中、市場の存在は生きる希望となり、多くの人々が行き交う場となります。しかし、広島の陸の玄関口となる広島駅前は、土地区画整理が進み、その土地には共同店舗の広島百貨店が開業し、闇市は終焉を迎えたのです。一方で、原爆の爆心地付近となる広島市街地中心部も次第に復興が進むことで、駅前地区は客足が途絶え、そこは機能的にも景観的にも見劣りする地域となっていきました。それらの問題を解消すべく、1990年代に駅前再開発工事が決定し、その走りとして広島百貨店は解体され、1999年より現在の福屋広島駅前店がオープン。休日には車が長い列をなすほどに多くの常連客が訪れ、県民から親しまれる場所となっています。広島市中央公園広場。かつて江戸時代にはこの地では武家屋敷が広がっており、
明治以降には陸軍第5師団が置かれていましたが、1945年の原爆投下により壊滅し、軍用地は撤去されました。1946年、今の広さよりも倍に近い敷地が都市計画公園として指定されていましたが、戦災による住宅不足を解消するために公営の住宅が建築されるなど、公園用地は徐々に減らされ、今の大きさに整備されることとなります。毎年秋には広島の三大イベントとなる広島フードフェスティバルが開催されるなど、多くのイベントが行われてきましたが、現在は封鎖中。2024年にこの地に完成する広島サッカースタジアムの建設準備が始まっています。しかし戦術通り、過去にこの地には軍用地があったこともあり、数々の戦災遺産が出土しているとのことです。未来に進むのは大切なことですが、それと同時に過去に蓋をしていた歴史を今一度思い返すことも大切なのだと改めて感じてしまいますね。以上となります。ご紹介した各施設が取り壊された当時には多くの反対の声が上がったものの、広島の街は進化を遂げることを選び、それは今現在も日々進んています。私たち広島県民もこれらの環境の変化に沿って生活スタイルが変わることで、ますます幸せで楽しい日々が待っているものだと願いたいですね。この1年間マニアライフをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。来年もまたよろしくお願い申し上げます。ご視聴ありがとうございました。それでは皆様、良いお年をお迎えください。